介助犬とは身体障害者のために生活のパートナーとなる犬である。日本ではまだ馴染みが薄いが、杖の代わりとなって、規律を助けたり、種子の代わりとなって物を取ってきたり、ドアを開けたりするなどちょっとした補助が可能である。また、盲導犬、超道犬、介助犬を合わせて身体障害者補助犬という、1970年代後半にアメリカで誕生した。 ボニーバーゲンが障害を持つ人と犬たちの関係を考えたところから介助犬の歴史は始まったと言われている。日本での歴史は1990年8月にパートナードッグを育てる会が発足し、1992年3月11日、千葉玲子がアメリカで訓練されたチェサピークベイレトリーバーのブルースを連れて羽田に降り立ったのが始まりである。 解除犬の実際の訓練は1993年6月に始まる。パートナードッグを育てる会は1997年に日本パートナードッグ協会へ解消していたが2005年に廃止となった。ブルースは来日3年半後に体調不良により生まれ故郷のアメリカへ帰すこととなり、ブルースが去った3年後の1998年。 千葉玲子は介助犬の育成と普及のための新たな団体トータルケアアシスタントドッグセンターを立ち上げ活動を開始する。この団体は2015年4月に解散している。1995年に完成したイエローのラブラドールレトリバーグレーデルはパートナードッグを育てるカイトレーナー矢沢知恵による国産第一号である。1996年7月に 国内3頭目の解除権として、解除権協会から認定を受けたシンシアが、1999年2月に解除権として、初めて国会傍聴への同伴を許可される。5ヶ月後の1999年7月に、解除権を推進する議員の会が設立され、国会において解除権の法制化に向けた検討が始まる。その後、解除権だけでなく、 法制化の対象を、盲導犬や、蝶動犬にも広げたことから、2002年2月に、身体障害者補助犬を推進する議員の会に、名称が変更され、2002年5月に、身体障害者補助犬法が成立する。日本においては、2003年に、身体障害者補助犬法が完全施行され、公共施設への介助犬同伴の受け入れが義務化、されている。 以前のように介助犬であっても犬を連れていれば、いかなる場所でも、問答無用で追い出されていたような時代と比較すると、改善はされているものの、下記のように二十一世紀以降になってもまだまだ厳しい、実情がある。二千八年十一月に、兵庫県が実施した身体障害者を対象とした職員採用試験で、女性受験者の一人が、介助犬同伴での受験を希望したのに対し、 犬アレルギーの受験者への配慮などの理由で同伴を拒否した事例も明らかになっている。店舗側の入店拒否についても議論がされている。介助権を伴った入店に関して店舗側が断るケースである。身体障害者補助権法には義務としてあるが、やむを得ない場合には拒否することができるとある。このやむを得ない場合について犬アレルギーや衛生面が挙げられている。 店舗ごとの方針によって使用者が困るケースもある。保健所の指導でという断り文句もあるが、食品衛生法で入ることを禁止されている場所は、厨房のみであり、実際に保健所の指導がされていることも、法律上あり得ない。2009年現在全国26団体が、育成事業に必要な第二種福祉事業届を、 提出しているが、現在までの解除検討数は50等に止まっている。届けは提出しているが、育成を行っていない団体も数多く存在する。育成事業者とは解除権の育成を行った者を指し、指定法人とは、育成事業者が育成した解除権を認定する機関のことを指す。育成実績と認定実績は異なるため、解除権の希望者は、 事業者選びの際には十分に検討した方が良いと思われる。さらに、育成事業者に求められるものとして、医療従事者との連携が挙げられる。解除権とは、ただ単純に物を拾い上げるだけの存在ではなく、どこに、どのように拾い上げることが、障害者の体に負担がかからないのかということが重要である。合わせて、身体障害者補助権法にもある補助権の管理義務、これは、 日々の補助犬のケアなども含まれるが、どのように行えば身体的負荷がないかなども考える必要がある。これらは育成事業者のみでは対応が難しく、医師やリハビリテーション関係者、社会福祉士などのワーカーとの連携が必須である。事業者選びの際には、育成実績、どのような医療従事者が関わっているか、対応後にも継続してフォローしてもらえるのかなどをしっかりと確認し、 対応された後に障害者自身で何とかしなければならないような状況にならぬような注意が必要である。問題として、育成事業者団体が集める資金が数億円と膨大にもかかわらず、一等数百万の介助犬育成による介助犬等数が集まった資金と釣り合わない現状があり、本来の介助犬育成から逸脱した私欲的、散財、 特定団体による一元化を目論むぐ傲慢な経営に疑問を感じる。また、育成事業者認定において、障害者が介助権育成などできないと陰口を囁かれるなど、日本においては、まだまだ定員識低レベル、障害者のための介助権育成が、障害者差別という現実がある。1990年8月28日朝日新聞、東京本市、長官。 十七ページ、第一家庭課九百九十三年五月二十六日朝日新聞、東京本市、勇敢、十三ページ、第一社会、平成十五年度解除権認定実績。厚生労働省、https、www.mhlwgojp、ファイル、零六制作情報マイナス千二百二十万、社会援護局障害保険福祉部、 1 5 4 p d f ハット内閣府 ,npo 法人ポータルサイト。内閣府。https コロンスラッシュスラッシュ www.npo-homepage.go.jp スラッシュ n p o p o r t l スラッシュ dtl スラッシュ01400-0592996年7月8日朝日新聞、長官、兵庫番木村。 250ページ、木村、266ページ、木村、299ページ。ありがとうございます。